さあ、いよいよ藤田さんの脱衣タイムということで。あ、もうなんか撮ってますよこれ。さあ、これはおっと、リボンを取ってだけ。まあ、まだまだ、まあまあ、まだまだ1枚目ですから。いやいや、それはそうですよね。これからです、これから。さあ、続いてはミシクさんの脱衣タイムです。リボンないからね、リボンないからね。これどこ脱ぐんですか。あれ上かなと思いきや、今上すごい期待したのに、はい、あ、そっか、靴下も、そっか、脱衣になるの。履いてましたね、靴下。あれ、両方脱がないの。あ、両方脱いでくれてよかったよ。両方脱がない一番実になりますからね。ということは次はもういよいよということになるんじゃないですか。ですよね、もう逃げ場ないですもんね。はい、靴下を脱いでくれました、ミシクナナさんです。さあ、続いては葉山凛さんですよ。こちらもリボンかな。お、リボンかと思ったら、あれ、上のカーディガンですか。これをまずは脱いでいこうというところになりそうだ。あっと、脱ぐのか、脱ぐのか、脱ぎましたよ。いや、これはちょっとまた我々の期待のところに近づいてきたという感じじゃないですか、馬場さん。ちょっと脱ぎ方がね、非常にエロかったですね。いや、さすがセクシー女優というところです。